はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、またビールなんですが、ちょっとね、変わり種ということで。これなんて読むの？一応、青島ビール。青島。でね、これなんか、中国の酒ですね。青島市っていうところの原産国は中国。青島かっこチンタオって書いてありますね。だからチンタオビールって読むんでしょうね。これ結構有名とは思うんですけど、わりかし知ってる人はいるんですか？思うんですが、ちょ、あれは？あれ、俺っちなの？あったっち。ね、知ってる人はかなりいるんではないかと思います。有名なビールなんでね、飲んでいきたいと思います。まあ、中国では、というか中国、有名ですね。名前だけは俺も聞いたことあります。青島ビール、チンタオビールでググってみましょうか。あ、やっぱ出ますね。青島ビール、かっこチンタオって読みますね。チンタオビール。そんじゃ、乾杯。今日のつまみは、ベビースターのラーメンおつまみ。これ美味しいんですよ。チンタオビールは1903年に、中国の、中華人民共和国山、なんとかかんとか、チンタオで製造が始まったビールのブランド。中国で最も古いビールの一つである。あ、美味しいですね。ちょっと色が薄いんで、あれかなと思ったんですけど、あんまり味がしないかなと思ったら、いや、そうでもない。これ値段250円だったか、そんぐらいだった気がする。結構高いんですよ。しっかり香りもあって、まあ、コクはないかもしれないけど、香りは非常にありますね。これ美味しい。中国は嫌いですけど、これは美味しいです。あ、なんかいろいろ書いてありますけど、なんか、ね。なんかどうでもいいようなことなんで まあ、いっか、という。スルーします、これは。これうまいな。結構。ドライで。日本のピルスナービールに比べて、香りが結構、するような気がするんだけど、どうだろう。あ、アルコール度数が4.7度ですね。まあ、これは、そうだな。なんていうの、これ。アメリカのビールに似てるね、味が。
味がっていうか、アメリカの、なんか、その、コロナだっけ？コロナっぽいね。感覚として。結構軽い。うん。軽いけどしっかり味も、味じゃねえ。香りはするね。まあ味は、うん。うん。って感じだけど、別に、全然美味しい。これは暑い日に、暑い日にいただきたい一品ですね。軽いんで、こうググッと何杯でもいけるみたいな感じですね。中国。あなたの知らないビールの世界に行って、青島ビール乗ってました。これスタイルはピルスナーみたいですね。うん、グラスに注ぐと刺すような、ホップの香りがあります。飲んでみます。以前飲んだ時は軽いだけって印象しかなかったんですが、ちゃんとグラスに注いで飲んでみると意外とモルトの旨味が感じられます。日本のビールに似たオーソドックスな味でしょうか？うん。そうですね。まさにその通り。で、こちらが原材料は大麦麦芽と米とホップ。はあ。米も使ってるんですね。しかも、麦芽じゃなくて、大麦麦芽。つまり、小麦の麦芽じゃなくて、大麦の麦芽を使ってる。うん。なるほど。なるほど。何がなるほどなのか全然わかんない。うん。まあ、簡単に言うと、うん。まあ、軽いんだけど、香りは、うん。甘みもあるし。まあ普通に美味しいビールだなと。いう感じでしょうか。うん。ただ値段が高い。普通に。この手のビールだったら、そんな250円以上出して買う必要はない。です。なんかどっかのページに書いてあります。青島ビールの口コミ評判。結構美味しいのに遠慮気味な味ですね。匂いがコーンみたいで甘い柔らかい印象です。味はすごいさっぱりしているので暑い時に向いてるかも。うん。ナッツのようなコクを感じる。すごくさっぱりしていて癖がない。他のビールに比べ色が薄い、香り、味わい、コクなどが、はほぼないので、クイクイ飲めるのがいいビールだと思う。暑い日にギンギンに凍らせたグラスで一気にグイーッと飲むのに適したビールだと思った。ああ。
まあね。でもそれだったらさ、こんな、これ買う必要ないでしょ。こんな、250円だし。ね。まあ値段的に考えたらちょっと、残念な。残念なビールですけど。値段を考えなければ、まあ普通の、一般的な、まあ、ドライなビールといった感じでしょうかね。うん、まあ、中国ではかなり安く販売されているという話は書いてありました。うん。うん。まあ、簡単に言うと中国の超有名ビール。いうことで間違いないですね。うん。まあでも中国は、まあ行く気はないけど、そうだな。中国と韓国どっち行きたいって言われたら韓国です。ただし韓国もあんまり行きたくないです。ただ個人的に辛いのが好きなんで、韓国の辛いやつをキムチとかを食ってみたいですね。本当に超激辛とかっていう、話聞いたんで。うん。まあこういう辛いのを食いながらね、まあビール飲みたいですね。これはね、本当に辛いのかな。なんか中国じゃね、韓国のキムチがめちゃくちゃ辛いらしいって、めっちゃ辛くて食えなかったっていう人がいたんで、どうなんかな。まあ、ちなみに俺が行きたい海外は、そうですね。ガラパゴス諸島かな。うん。ガラパゴス諸島っていうとアメリカなのかな、あれ。領地的な意味で。ハワイのよりもっと東側か。だから、まあアメリカです。まあ、ハワイも行ってみたいんですけどね。海外どころか、俺はちなみに、海外どころか、飛行機に乗ったことない。飛行機にすら乗ったことがないんで。飛行機に乗ってみたいですね。まあ、ちなみに海外というか、海外は行ったことないですが、海の向こう側なら行ったことあります。佐渡島。佐渡島は行ったこと。あれで。小学校の修学旅行。行きました。何これ、スーパードライのエクストラコールド。これ飲んでみたいな。
新潟県のエクストラコールドが飲めるお店を探す。あんのかよ。え、柴田あんの？知らねえんだけど。なんだエキストラコールドって。おい、教えろ。氷点下のスーパードライだって。ああ、なるほどね。ゲームにチャレンジ。マイナス2度で無理だろ。再チャレンジ。やったークリア。ツイッターを利用して応募。で、ツイッター。ツイート。はい、ツイートしといた。これ何ツイートするだけでももらえる。なんかさ、ツイートするだけでなんかもらえる。当たるとか。当たったことないんだけど。死ねえ。はい、ということで、青島ビール、チンタオビールですね。こちらが、まあ、四つ星。うん、四つ星。それではご視聴ありがとうございます。